さんこんばんは、ペルビです。田澤です。今回は昨日9日の木曜日、現地18時45分キックオフで行われましたヨーロッパリーグのラウンド16ファーストレグ、エースローマとレアルソシエダの一戦についてお話ししたいと思います。結果は2対0、ローマがファーストレグホームで快勝しました。もちろん来週のセカンドレグがソシエダのホームですので、まあ、逆転の可能性はあるにせよ、このファーストレグの内容からするとかなり厳しいなというところがソシエダ目線での正直な感想ですし、エースローマ、モーリーニョ監督のチームらしい非常にオーガナイズの効いた本当に守備が硬いなと、まあ、3バックのところは本当にボックスのところから動きませんので、まあ、ラレアルが、まあ、縦パスを差しながら、まあ、横だけではなく縦の揺さぶりを入れていってもなかなか真ん中のところが割れないというところで、クロス対応も含めて素晴らしかったですよね。まあそういう意味では、ラリアルのイマノル監督が言ってましたけれども、まあ、やはり、ボックスとボックスの、まあ、特にエリアとエリアの攻防でいうと、まあ、完全にローマに分があったなというところが、まあ、この試合の、率直な感想ですし、まあ、イマノル監督かなり自チームに痛烈な、まあ、自虐的なコメントを残しましたと、まあ、なかなか普段は批判するようなコメントは出さないんですが、この試合に関しては、まあ、我々にとってこの、戦い相手は、まあ、大きすぎたという例えを使って、まあ、要するに相手にならなかったと、我々はまだまだ、おこちゃまだというような形で、まあ、選手チームを痛烈に批判するような、コメントを残しました。まあ、そういった、試合の中での久保建英ですけれども、シルバが先発しましたので、中盤ひし形の 4-4-2 のフォワードに、入りまして、75分、プレーをしました。チームの中では一番良かったんじゃないかなと思いますし、まあ、実際、地元市ディアリオバスコでは、チーム内で一番、高得点の採点を受けてました。まあ、5段階評価で4の、採点を受けてましたので、まあ、その次がシルバ3で、それ以外は、みんな、2か1の採点でしたので、まあ、かなりチームとして低評価の中でも、久保とシルバは本当にね、気を張ったというか、まあ、この2人だけが唯一、ローマの、それぞれの個々に対して質的優位を出せたと、局面で個人で打開できたというところで、まあ、それ以外はなかなか打開できなかったですよね。まあ、特に前半21分の決定機は、まあ、メリーノからのワンタッチのパスを受けて、まあ、ゴール方向に見事な、コントロールをして、まあ、そのままの初速で相手をね、ぶち抜いての、ポケットニアゾーン侵入で、まあ、クロスかなと思いましたけれども、やはりローマの、守備陣がしっかりとクロス対応でポジション取ってましたので、なかなか、クロスのコースがなかったということで、クロスと見せかけてのニア打ちのシュート、右足でのシュートで、まあ、ポストを叩いたというところでの、まあ、あの決定機が、まあ、ラリアにとっては前半唯一の決定機かなと、まあ、同点に追いつけるようなチャンス匂いのした決定機だと思いますけれども、まあ、ただ後半に入ってもさすがモーリーニョ監督で、まあ、おそらく、久保がね、まあ、右で、かなり優位性を出していましたので、まあ、ローマからすると左ですけれども、センターバックのところハーフタイムでディエゴ・ジョレンテに変えて、クンブラを入れてより、守備の対応の面では1対1にね、こう、しっかりと、久保に対応できるような選手を出してきたんじゃないかなと思いますし、まあ、勝っている展開でしたけれども、60分に3枚替えをして、まあ、プレスの強度をね、下げないプラスロングカウンターが成立できるような、まあ、カードの切り方をしてきましたので、まあ、それによって、ラレアルなすべなしどころか、まあ、終盤に、まあ、セットプレーでしたけれども、まあ、87分そのコーナーから、変わって入ったクンブラがヘディングで見事に決めて2点目、まあ、かなり大きな2点目じゃないかなと思いますので、まあ、ローマにとっては快勝と言える、試合内容でしたし、一方のラレアルにとってはちょっと、イマノル監督のコメント通り歯が立たないなと、まあ、ひ弱なラレアルが、再びヨーロッパの舞台で見えてしまったなというところがありましたので、まあ、特にサイドバックのところは厳しいなと、来シーズンに向けては、まあ、特に右サイドバックのところは、この試合のゴロサベル、それから代わって入ったアレクソラ、非常に厳しいヨーロッパのレベルだと、ちょっとここがウィークになるなというところと、まあ、あえてローマに間延びした展開を作られましたので、まあ、そうなった時の、インテリオールのメリールやイジャラメンディといった選手の、ちょっとボックスボックスで、まあ、そこをカバーしきるだけの、総力がないかなというところはやはり感じましたので、まあ、強度を高められるような中盤の選手の、補強、テコ入れも必要かなというところを感じさせた試合じゃないかなというふうに思います。まあ、かなり戦術的なポイントだけ振り返っておきましょう。はい、左ホームのローマは、3-4-2-1 のベースシステムで、一方のラレアルは、中盤ひし形の 4-4-2 で久保が、右に張り出す形での、2トップシステムでした。はい、まあ試合のスタッツとしては、ボール保持率40対60ですので、ラレアルの方がボールを持ってはいたんですけれども、まあシュート数は9対9、枠内3対1ですので、まあラレアルがボールを持たされながら、意外にこう苦しんだ展開試合だったんじゃないかなと思いますし、まあラレアルは今日もスビメンディが、ここに降りない形での、まあそのまま4枚での静的な、スタティックなビルドアップをしてきました。まあそこに対して、1トップ2シャドウのローマですから、まあ、3枚で、
ハイプレスをファーストラインを形成してくるというところで、まあ、どうしても、スタティックなので、まあ、ここの両サイドバックのところが少し低い位置で、受けどころを作るんですけれども、まあ、ここで受けても、まあ、ローマがそこで狙いどころを、ね、つけて完全に縦方向に限定してましたので、まあ、久保のところは当然抑えられますし、まあ、当然こういう形で圧もきますし、まあ、それで、インテリオールが出て、まあ、ここで逃げ口作ろうと出口を作ろうとはしてましたけれども、まあ、そこに対する横のスライドもローマに関しては、まあ、ボランチのマティッチとクリスタンテが非常に素早く、イジャラメンディ、メリーノを消して潰してましたので、まあ、そうするとなかなかラレアルからすると、うまく前進を作れないというような展開ができてましたし、まあ、一方ローマの保持のところも、非常にラレアル対策がうまく、浸透していて、まあ、ここの3枚に対してラレアルは、まあ、シルバーを真ん中としながらスルロット久保が、まあ、こういう形で、外切りでセンターバックに入ってきますけれども、まあ、どうしても、このウィングバックのところには逃がされますので、まあ、そこで距離があって縦ジャンプしてくるようなタイミングを見て見事ね、このね、空いたスペースのところに入れていくと、イブラハムが走ったり、ディバラが走ったりというところで、かなりタイミングよく、ボールをね、ロングフィードしていって、ディフェンスラインの背後を狙っていきましたので、まあ、それによってラリアルとしては、ハイプレス、ハイラインが徹底できずに、非常にこの試合通してラインが低かったなと、まあ、そうすると中盤が間延びしてしまうので、なかなか先ほど言ったようにメリーヌ、エジャラメンディ、スビメンディは、広い間延びした中央のゾーンで、強度を出せるようなアスリート能力はありませんので、まあ、非常にローマの方が、したたかに、ローマの強みを出すような試合展開をしたかなと、まあ、そして、まあ、エイブラハムなんかにね、早いタイミングで裏抜けでボールをどんどん差し込んでましたので、まあ、そこに対するルノルマン、スベリディアのセンターバックの、まあ、アスリート能力も、強度も足りないかなと、まあ、エイブラハムも疲れてきたら素早くモーリーニョ監督はベロッティに変えてましたし、まあ、ラリアルとしては試合を通して、うまくロングカウンターを作られて、まあ、そこに対する対応がうまくできなかったと、まあ、なかなかバチンと相手の前線を止めるような、センターバックの、処理ができなかったというところでズルズルと引いてしまって、簡単にカウンターで決定機を作られてしまうというような展開が続いてましたので、まあ、本当にラレアルの卑弱さ、か弱さはもちろんですけれども、まあ、それを言うね、ラレアルを出したという意味では、ローマのそれからモーリーノ監督の、したたかな戦い方、ラレアル対策がバッチリハマった見えた試合じゃないかなというふうに思います。はい、まあ、久保に関しては、繰り返しにはなりますけれども、まあ、やはり、ボールを持っても、奪われない、失わない自信がありますし、実際に、ドリブルでの切れ味が鋭いということで依然として好調をキープしていると思いますし、まあ、シルバと、久保だけが狭い局面でもやはり、相手を、ね、こううまくいなしながら局面打開しながら、ゴール方向にプレーができてましたので、まあ、そういう意味では、こういう舞台であってもローマのような強豪、それからしっかりと、ね、守備の堅いオーガナイズをしてくるチームであっても、一人で打開できるという意味では、まあ、来週のセカンドレグでも久保がキーマンになってくるかなと、まあ、久保とシルバの、局面打開からの決定機、というところが、唯一、ラレアルがつけるようなポイントかなと、優位性を出せるところかなと思いますので、まあ、シルバもね、ずっと怪我で出れませんでしたから、オヤルサバルを入れた 4-3-3 の形で久保もいろんなポジションやってますけれども、やはり、シルバがいるんであれば、シルバトップ下の久保が右に張り出す形での変則的な 4-4-2 がいいんじゃないかなというふうに思いましたし、まあ、久保とシルバが、しっかりとキープをしている隙に、まあ、できればブライス・メンデスがコンディションを戻して、追い越していって最終的にフィニッシュワークするような展開が見たいかなと思いますし、まあ、実際終盤ちょっとパワープレイ気味になっていた82分にブライス・メンデスがね、最終的にアリクロス気味にボールを入れてメリーノが、入ってきての決定機ボレーシュートをねこう外してしまったシーンがありましたけれども、ああいうイメージがやはりラリアルの今シーズンのラリアルらしい攻撃かなと思いますので、まあ、インテリオールの選手がしっかりとフィニッシュワークするとセカンドストライカーになるというようなセカンドレグを期待したいかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ワサラープロキシマ。